もやってみるぜ。おめでとう、未来のガイド。君は私にとっても大きかったこの挑戦をクリアした。おかげで私もこの物語を君に伝えられる。君の知る部族の伝説では、私はナタで一番のガイドということになっているかもしれない。しかし当初私はむしろトレジャーハンターだった。自身を証明する結果のため何も恐れず励んでいた。私は幾度も人が恐怖を覚えるような目的地にたどり着き、世にも珍しい宝物を持ち帰ってきた。これ以上ないほどの名声も手にした。だが当時の私はそれでも満足できなかった。私は新たな目標を見つけた。誰も達成したことのない挑戦。伝説の神秘の島は私の実力を証明してくれるだろう。だが今までついてきてくれた友人の多くは私の無茶な考えに疲れ果てていた。私に向けられたのは称賛ではなく勧告だった。もしかしたらこの旅は私一人で完遂するしかないのかもしれない。しかし幸い、みんなは再び私の無茶を許してくれた。今までと同じようにみんなはいろんなアイデアを出して私を助けてくれた。たとえ命に関わることでも私はみんなになら託せる。みんなはいつも私を信じてくれた。たとえ大きな勇気が必要なことでも、今までと同じようにみんなと共に私はあの結果を見つけた。しかし金色の光は致命的な罠のようなものだった。稀有な鉱石が放つ光は周期的なマグマ噴出の兆しでもあったのだ。このまま命を懸けて進み続ければ己を証明できる結果を再び手にできるかもしれない。だがそれ以上に大切なものを失ってしまうかもしれない。心配いらない。私も結局君たちと同じ選択をしたんだ。今回名の知れた私ですら手ぶらで帰らざるを得なかったとみんな残念がった。だが無事生きているみんなを見て私は初めて満足感を覚えた。ゴールの前に私はもう一番大切な宝物を見つけていたんだろう。だから私はようやく得た宝物を守る場所を見つけ、この長い旅に終止符を打った。私にとってはここが神秘の島だ。これが初代族長が後の人たちに伝えようとしたことだったんだね。つまり伝説の神秘の島は今の龍泉の州の集落なのか。あ、思い出した。部族の年長者から聞いたんだけど、私たちの部族って最初は小さな島の上にあったんだって。水域が変わったから今はあんなだけどね。神秘の島の旅の出発地点はそのゴールでもあった。族長の選択を理解した気がするよ。金色の光は周期的なマグマ噴出の兆し。ということは形成原理から考えて、凝火口はマグマが活発になり始めた頃にしか出現しない。そして活発になったマグマは再び凝火口を飲み込み全てを消し去る。つまり凝火口を手にするチャンスなど初めからなかったということだ。今回僕が追い求めた結果は結局遠くから眺めることしかできない幻だったのか。先輩、ディランドラさん、旅はまだ終わってないよ。約束通り一緒に龍泉の州に帰ってこの旅をちゃんと終わらせましょう。いいだろう。これもある意味では結果だ。そんなに落ち込まないでよ。私が今から手に入れる答えは君にとっても役立つと思うよ。そうだった。ムアラニの先生に大事なことを聞かないとな。
ねえ、アジさん、ただいま。おかえり、ムアラニ。必ず無事に帰ってくると信じていた。おじさん、旅が終わったからお守りを返しに来たよ。それから私に質問しに来た。そうだろ？うん。おじさんもあそこに行ったことがあったんだね。ああ、神秘の島にとっくにたどり着いてたんなら、どうして誰にも教えなかったの？選択をしたからだ。選択？読み終えた頃、彫像の文字が消えてしまったことに気づいたかい？確かにそうだったな。彫像には特殊な塗料が塗られている。火山の粉塵と反応を起こすと色が変わるものだ。あの地下空間にいたものだけが粉塵を身にまとい、隠されたメッセージを読むことができる。しかし時が経つと文字は再び消えてなくなる。これは初代族長が私たちに託した選択なんだ。自身の武勇伝を語れば最高の栄誉を手にできるだろう。しかし神秘の島の伝説も消えてしまうことになる。沈黙を選べば神秘の島は永遠に伝説のままで、後の者たちもこれに挑戦できる。私も一緒に行った仲間たちも後者を選んだんだ。なるほど。でもこんなに大きな成果を他人に言えず、その上コーラウみたいなやつに嫌味を言われるなんて、悔しくないのか？神秘の島にたどり着いたとあちこち自慢する彼が、実は神秘の島にたどり着けていないということには気づいたかな？え？そういえばコーラウは一人で神秘の島に行ったって言ってたよな。それだとスピリットウェイを突破できないはずだぞ。依頼人をムアラニに押し付けたのは、どうせ神秘の島にはたどり着けず真実を暴くことなどできないと踏んだんだろう。私たちはガイドであって冒険者やトレジャーハンターじゃない。ガイドの最大の使命は依頼人を安全に目的地まで案内することだ。でも私たちは危機を乗り越えるコツや経験を多く持っている。だから他人の行けない場所に行けるし、他人には入手できない宝物を見つけることができる。多くのガイドはそうしていくうちに初心を見失い、コーラウのような人物になっていってしまう。彼らは一切を顧みず、マグマの向こうへと走る命知らずであって、引き返して友人を助けるようなガイドじゃない。それで初代族長は伝説と地図を残して後継者に挑戦してもらい、そして自分が悟ったことを教えようとした。私以外にも神秘の島の旅を終わらせた部族の者は数多くいた。皆私と同じように初代族長のメッセージを理解したんだろう。だから自分を証明するための結果を諦めて、代わりに後継者に挑戦するチャンスを残すことを連れと約束したんだ。結果を諦めるか。私が諦めたのは結果だけであって、全てを諦めたわけじゃない。ムアラニの資質を考えれば、トップガイドのコーラウを死に選ぶこともできたはずなのに、それでもこいつは私を選んでくれた。こんな優秀な子を生徒にできて、その生徒が伝説の挑戦をクリアするのを見届けることができたのは、私がコーラウのような人間にならなかったからだろう。旅の時間を長めに定義すれば、私は手ぶらで帰ったわけじゃないわけだ。お前はどうだ？うん。カーリャ、新しい研究テーマを思いついた。引き続き助手をやってくれないか？先輩はいつも結論を出す前に論拠を探すんですね。僕は今はまだお答えできません。カーリャ、だって先輩はまだテーマを教えてくれていないでしょ。助手を募集するなら必須の情報ですよ。まさか
忘れたわけじゃないですよね。もちろんちゃんと準備するよ。まあ先輩が用意してくださる研究テーマはいつも魅力的なので、今回も断れないと思います。カーリャ、その論拠をもとにある結論を導き出した。あの族長の言葉で表すと、もしかしたら僕が探していた宝物は旅の途中に、いや正確に言うと旅の出発地点にもうあったのかもしれない。わかります先輩。どうやらこっちの観光客も自分の答えを見つけたようだな。頑固者がやっとわかってくれたな。もう思い悩むことはない。カーリャの言う通り、新しい研究を始めて失ったものは後から全部取り戻せばいい。素直じゃないのは相変わらずだけどな。ムアラニ、今度はお前たちの番だぞ。神秘の島にたどり着けた人はきっとみんな選択をするはず。そうでしょ。よし、もうお前に教えられることは何もない。このお守りをやろう。いつかお前の弟子に渡すといい。そろそろお別れの時間だ。いろいろと世話になったな。礼と言ってはなんだが、この秘密を一緒に守ってみせよう。じゃあ約束だよ。次にここへ来るときは私たちに声かけてよね。もう友達なんだから。友達か、理論上はありえると思う。次に論文を発表するときはスペシャルサンクスとして君たちの名を書き記そう。ずいぶん変わったお礼だな。では私とヴィランドラ先輩はここで失礼します。またいつかお会いできることを願っています。もう戻ってきたのか。それで神秘の島は見つけたか、ヌーの弟子。こいつ何しに来たんだ。神秘の島よりも貴重なものを見つけたんだ。命を預けることのできる二人の友達をね。ふん、脳天気さはヌーからしっかりと学んだみたいだな。分かってたさ。足手まといをあれだけ連れて行って神秘の島にたどり着けるわけがないだろ。そうだね。お前たち、なんでそんな目で俺を見るんだ。部族の先輩方も同じ目で俺を見ていた。なぜだヌー。俺はお前より優秀だということを証明した。より危険な場所に行き、より貴重な宝を見つけたんだ。神秘の島にもたどり着いたんだぞ。なぜそんな余裕な顔をしていられる。コーラウ、たとえ神秘の島に行ったことがなかったとしても、みんなはお前の努力を否定したりしない。何が認められていないのかは自分で答えを見つけるしかないんだ。俺は、ふん。これで神秘の島の旅は無事に終わったんだよな。の前に連れて行きたい場所があるんだ。ついてきて。
なくてもいいの。ここだ。ここで写真を撮れば運勢が上がるって占いで教えてもらったの。きっとご利益があるよ。どうして写真を撮るんだ。せっかく協力して神秘の島の旅を終わらせたんだから記念を残さなきゃでしょ。ガイドとして最高の栄誉を手に入れられるところだったのに、友達と写真を撮るだけで我慢するなんて、ムアラには偉いな。そうなのかな。私はそうは思わないけど、ヌーおじさんの答えを聞いてなんとなく思ったんだ。一緒にいろいろ経験できたから結果はどうでもよくなったっていうか、うまく説明できないんだけど、分かってくれるかな。分かるよ。旅人それがこの前保留にしてた君の答え。じゃあこの記念写真も君の旅の一部にしてよ。お、準備できたぞ。コホラ竜が3匹。次の旅はいつになるのかな。